いつも東京ディープをご視聴いただきありがとうございます。概要欄にある LINE を友達追加すると出会い系サイトで素人女性と出会う方法をプレゼントしています。今回の立ちんぼ物語は、交渉成立後にホテルに向かう最中、自宅が近いからといって自宅に誘ってみました。面白い反応が取れたので、ぜひ最後までご視聴ください。では本編をどうぞ。こんにちは。立ってます？行けます？え？内容は内容ゴムあり。いくら？いちご？いい？何歳？19。本当に？本当に。え？本当に。本当？じゃあ行こうか。行こうか。行く。気持ちよくなっちゃう。いい、気持ちよくなって。行こう。あ、どうぞどうぞ。ありがとう。今日何人目？僕一人目、さっき来た。あ、そうなの、うん、いい匂い。お兄さん、んお姉さん、いい匂い。ありがとう。何歳？僕はね、27。そんなに若く見える？若くないの？35。いや、もっと上だね。もっと上なの？うん、若兄さん。若兄さんって思う、うん、40越してるんですよ、これでも。たまにね。たまにね。今日3回目か。3回目。うん、なんかエロそう。え、大丈夫？エロそうだね。エロそう。エロそうとは。エロくていいんだけど。え、パイパンとか。パイパン。パイパンなんだ、うん、いいね。いいね。嫌だっていう人もいるじゃん。あ、そうなの、うん、なんかサービスも良さそうで。サービスも良さそう。礼儀正しい子はサービスいいんですよ。そうなんですか。うん、経験上で。そうそう、経験上で。はい、愛声は出すタイプ？いや、わかんない。わかんない？うん、うん、あんとかって言わないの？うん、そう、なんかね、さ、うん、気持ちよくないとさ、演技できないからさ。ああ、ああ、ああ。いや、演技でも出してほしいんだよね。演技、あ、わかりました。頑張ります。今出してみて、ちょっと。それは無理、それは無理。なんで？恥ずかしいの？え、恥ずかしいんじゃなくて、うん、なんか、何、なんかの衝動がないといけないし。じゃあちょっと今、手間するよ。やだ。ダメ？ダメ。ティーバッグ？ティーバッグじゃない。何？普通のパンツ。パンツ、あれ、なんだ、身分証明書だけ見たいんだけど。身分証明書？18歳か。あ、18歳。そうそう、それより下だとちょっとさ、危ないでしょ。顔は見せなくていいし。大学生だ。大学生なんだ。大学行ってんの？今休学してる。あ、そうなの。どこら辺？東京の大学？うん、東京の。ああ、はい。何年だ？平成16年。2004年生まれ。計算できないか分かんないな、どちらにしろ。2023年。はい、23って読んで。あ、そうだね。そしたら19か。ここ辺なくない？え、いや、うち近いんだよ。あ、お家はダメ。あ、ダメなの、うん、なんで？ホテルじゃダメ。お願い、うちがいい。無理。じゃあバイバイ。バイバイ。